When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟は J1 の舞台で戦うアルビレックス新潟の勇姿や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。まずはアルビレックス新潟の選手による過去のプレミアムトークから未公開シーンをたっぷりお見せします。トップバッターは長谷川選手と松田選手。お題は絶対に負けたくないチームメイト。はい、例えば栄太郎、こいつなんか吹っ飛ばされるってこととかめっちゃあるんで、なんかこいつが吹っ飛ばされたりしてるとめっちゃ大気とかとバカにしてるんですけど、こいつめちゃくちゃファールでなんか転ばしてきて、タクシーが飛びました。ボール取られそうで、もうもう俺でボール取られそうで引きずり倒して、タクシー君のこと、いやあれファールじゃないですあ、俺で勝ちです負ける気がしないですけど、いつか言ってやろうと思います本当に、はい、続いて松田選手。水戸だったり小見だったりっていうのは、まああの2人とか年齢近いんでポジションも一緒ですし、舐められてるしね、はい、やっぱそこは負けたくないって思いますね。やっぱ水戸とかも代表、自分の代とか行ってるんで、そこはまあサッカー面で負けたくないなって、やっぱ年近い人が多い分負けたくないっていう気持ちはやっぱあります。次に松田選手にとってはライバル、若手の小見選手と水戸選手によるプレミアムトーク未公開シーン。お題は新潟の印象。まあ、あの田舎ですけど、なんかちょうどいいというか都会すぎない、都会、田舎にしか住んでこなかったので、だからなんかもういいなって思いますはい、いや、いいとこだと思いますね。まあ、僕は結構都会に住んでたんで逆になんか人が多すぎないっていうところがなんかすごい過ごしやすいなって思いますし、まあ、やっぱあと埼玉なんですけど、埼玉に比べて自然も多いですし、まあ、あとやっぱ食べ物が美味しい、食べること僕好きなんで、そこはやっぱ嬉しいですね。お二人を街で見かけたら声をかけていいですか？あ、全然大丈夫です。え、大丈夫じゃない？うん、別に、うん、なんかね、かけてくれた方がよくね。あ、なんかジロジロ、ジロジロ見て、あれなんかあれじゃねみたいなのを言われる方が嫌です。だったら声かけてっていうふうに思いますね。まあ、ただ僕はずっと帽子かぶってるんで、まあ、見つけるの大変だと思う。確かに頑張って探してもらって。恥ずかしがり屋ってイメージなかったですけど。いや、恥ずかしがり屋だと思いますよ。可愛い恥ずかしがり屋だね。そう？続いてのプレミアムトーク未公開シーンは、軍団星のリーダー星選手と藤原選手。お題は軍団星に新加入させるなら。いきます、せーの、オープン。お確かにさ、星なんだけどさ藤原選手が挙げたのは、鹿児島ユナイテッド FC に所属する星選手の双子の兄、星光太選手。俺が拒否だ。ゆうじ君の代わりに代わり入れ替え入れ替えか、まあ、いや、違和感はないかないても、はい、そして星選手が挙げたのは小見選手。最近、まあ、たまに一緒にご飯行ったりとか、なんか僕らになんかちょっと懐いてる気がする、ね、はい、若干懐いてる入りたがってるかどうかわかんないですけど。どうすれば入れるんですか？いや、勝手に入ってくれるわね。のはリーダーの誰が許可するの？承諾があればいいんじゃないですか。まあ、宗谷が許可すればいいですよ。さらにもう一つの勢力、軍団阿部に対しては、二つあることで競争も競争してる、競争もまあファンの人たちもこう
楽しめるとは思う、うん、確かにね、2つあるとやっぱ楽しめそう。確かに。続いては同じく軍団捕手の甲選手と谷口選手の登場。お題は軍団捕手に新加入させるなら。どう？うん、最近本当にやっと可愛くなってきたなっていうのはまあ関われば関わるほどなんかちょっと分かってくる感じ。まあオファーもしやすいし移籍金かかんないんでフリーで獲得できます。甲選手と同じく小見選手を挙げた谷口選手は、まあ、最近本当にご飯も行ったりとかも増えてますし、一緒に、まあ、もちろん軍団長と3人で行ったりもしますし、まあ、すっと名前は出てきましたね。小見選手のこんな性格については、可愛い恥ずかしがり屋だね。そう自主練のとこでもね、一人でこう何の練習してんだろうっていうこともやってたりとかもあったし、まあ、そういうのもあってなかなか機会はなかったですけど、最近結構増えてきたっていうのはあります。軍団捕手から絶大な人気の小見選手、これは新加入決定か。ところ変わってこちらはビッグスワン。次々とアルビの選手が入場してきました。アルビレックス新潟サマーフェスタ2023、日程の都合や新型コロナウイルスの影響で6年ぶりの開催となりました。この日はあいにくの雨にもかかわらず、およそ6000人のサポーターが訪れ、参加型の企画を楽しみました。そして中国で行われたアジア大会22歳以下日本代表、ゴールも決め銀メダル獲得に貢献した小見選手の姿も。サマーフェスタでは選手とサポーターの皆さんが協力して玉入れにチャレンジ。勝負となると選手たちも本気です。選手に負けず劣らず人気なのは松橋監督。子供たちのサッカーゲームでも熱心に指導です。小見選手は子供たちとドリブル競争に参加。タッチと握手をできたのが嬉しかったです。谷口選手は谷口農園のキャップをかぶって登場。ナイスシュー。めっちゃアップで撮るじゃないですか。子供たちは憧れのプロサッカー選手と触れ合うことができてこの笑顔です。コンコースでもこの人だかり。そこにいたのはアルビの守護神小島選手、そして今季途中加入で活躍を続ける長倉選手の姿もありました。飲食ブースのエリアにも選手が。これですね、はい、拭いてくれるんですか。もちろん、ね、いつもより多めに拭いちゃいます。こちらのフライドポテトの店には堀米選手。なんだろう、なんかあったな。いや久しぶりっすね、この距離感で話せるの。こんにちは。優しくて、話ができてよかったです。リーグ戦の合間の交流でサポーターの笑顔と力をもらったアルビの選手たち、さらに熱い試合を見せてくれることでしょう。皆さんはウォーキングフットボールをご存知ですか？ウォーキングフットボールは歩いて行うサッカーのこと。2011年7月にイングランドで始まった55歳以上の高齢者に向けた健康づくりが原点と言われています。緩やかに歩いて行うウォーキングフットボールは誰でも参加しやすく、老若男女、年齢や性別を問わずサッカーのスキルの差も気にせずに安心して気軽に試合に参加が可能です。
ボールの勢いなどを考えながらプレーすることで思いやりを持った子どもが育つと言われています。家族でウォーキングフットボールを楽しんだ参加者は、私はやっていて子どももあのチームに入ったりしてやってるような形ですね。楽しい。すごい、走らないので接触もないので小さい子から年配の方までできるっていうのはいいかなと思います。子どもから大人まで男女を問わずみんなで楽しめるウォーキングフットボール、高齢者の健康サポートにもつながります。さらに人数制限もなく飛び入り参加も大歓迎なんだとか。ウォーキングフットボールは世界大会も開催され、日本でも積極的に普及を推進しています。こちらはイギリスで開催されたワールドネーションカップ世界大会の様子です。ピッチに立ってる人みんなが楽しめる環境を作りながら、みんなで勝ち負けよりも楽しむことに主観を置いてボールを蹴り合いましょうみたいな、そういう風なスポーツだと思いますね。老若男女関わらず、場合によっては障害者の方がいらっしゃっても、むしろルールを変えてみんなで楽しもうっていうコンセプトでやりますので、いろんな方が一つのボールを蹴る楽しみを共有できるっていうのはすごいやっぱ魅力だと思います。これからもキックオフ新潟はサッカーを通して地域に根ざした活動を応援していきます。